芸術の分野で国際的に活躍した人に贈られる文化庁長官表彰に、バレエの世界的な権威であるブノワ賞を受賞した木田真理子さんが選ばれました。木田真理子さんは5月にブノワ賞の最優秀女性ダンサーに日本人として初めて輝きました。青柳文化庁長官は、国際的芸術分野において特に顕著な成果を上げたとして、今日木田さんに表彰状とトロフィーを贈りました。文化庁の方から表彰をもしていただいて本当に感謝しております。スタンスはあまり変わらないので、これまで通り真剣にバレエと向き合って、一つ一つ、自分なりに前進していいものをお客様に届けられたらとは思っています。木田さんは現在スウェーデン王立バレエ団で最高位にあたるプリンシパルダンサーとして活躍しています。